どうも皆さんこんにちは、毎日キャンプ生活のぶです。さあ今日なんですけども、標高1000メートルの場所で車中泊をすれば涼しく過ごせるのかっていうのを調べるために、一ノ瀬野営場という本当に山奥にある野営場に来ました。で、前回も野営場に行って撮影をしたんですけども、今回の野営場は非常に整った野営場でして、こんな風に綺麗な建物もありますし、まあ、車もポツポツと見えますし、人もいる、まあ、ちょっと安心の野営場といいますか、そんな感じですね。1時間ぐらい車で山を登ってやっとたどり着くような場所でして、まあ、標高が約1000メートルなんですね、ここの場所が。で、本当はその辺りがキャンプ場なんですけども、今回のテーマが標高1000メートルまで来れば車中泊でも快適にこの夏を過ごせるのかっていうのをテーマにしてきたんで、今日はその駐車場でちょっと寝させていただきたいと思います。で、ちょっとあっちに移動します。で、この一ノ瀬野営場は登山をされる方がよく使う野営場で、このように登山届を提出する場所としても使われている場所ですね。なので、これから登山をする方が、ここで休憩をしてからこの山を登るという、そんな場所なわけです。はい、車を移動させたんで車中泊やっていこうと思います。でですね、今日家を出た時は、気温が32度ありまして、もう本当に暑い日でした。もう普通に外にいるだけで汗だくになるような日でしたね。なんですけど、この標高 1000m のこの場所、非常に涼しいです、やっぱり。で、調べたところによると、標高が 100m 上がるごとに 0.65 度下がるっていう計算になるんだそうで、なので標高 1000m まで来ると、6.5 度下がるんですね。で、さっき気温を見たところ、今24度ぐらいだったんで、まあ大体7度8度ぐらいは下がってました。で、まだまだこれから日が落ちてって、夜になればもっと下がると思うんで、最近自宅付近では、夜でも23、4度はあったんですけど、ここだと17、8度まで下がるんじゃないかと思われます。で、そんな環境の上でなんですけども、このジムに車内で寝るときに、今までは窓を閉めっぱなしにして寝てたんですね。で、そうなるとやっぱり空気がこもって、外気温よりだいたい2、3度ぐらい閉めっぱなしだと上がるらしいんですよ。それだとやっぱり暑いんで、今回は新しいアイテムを追加購入しました。はい、それがこちらですね。このように窓にかぶせるようにつけて網戸状態にするアイテムですね。こちら Amazon で買ったんで、もし気になる方がいたら概要欄のリンクからチェックしてほしいんですけども、これをまずジムニーのこの横の窓ですね、つけてみたいと思います。まあ、これさえつければ外気温と車内が同じになるはずなので、もし外気温が20度以下まで下がれば、かなり快適に涼しく過ごせるんじゃないかと思います。やってみます。ちょっと気になったのはこの部分ですね。ここから虫が入っちゃうじゃんと思ったんですけども、これ外側からは入ったとしても、ここが結構ぴっちり閉まってるんで、多分ここから入るってあんまりないと思います。ここも特に隙間ありませんし、結構ちゃんとしてますね。想像以上に安心感があるというか、おそらくこれで大丈夫であろうという感じです。この虫が実際入ってくるかどうかもまたレビューしたいなと思います。閉めるとこんな外観ですね。で、これが中からの見た目なんですけども、まあ当然ですけど、やっぱり暑苦しさが軽減されますね。で、網目もそれなりに細かいんで、蚊ぐらいは防げそうですね。うん。結構 Amazon のレビューもみんな全然大丈夫って書いてあったんで、大丈夫そうに感じます。で、ここにあるんですけど、今現在6時前で24度ですね。まあ、9時とかまで行くとがっつり下がると思うんで、それがどれぐらい下がるか見ていきたいなと思います。それではご飯を食べたいので、フラットにしていきます。今日はメスティン自動レシピの、コンビニ飯コーナーがありまして、そのメニューを作るべく、コンビニでいろいろ買ってきました。かなり楽しみです。よいしょー。じゃあまずはマットですね。で、今気づいたんですけど、あそこの2つの網、黒いじゃないですか。結構、なんか遮光してくれてますね。普通にクリアの窓よりも暗い感じがあります。それもなんかいいですね。よいしょ。よいしょ。よっと。使わない荷物は車の上ですね。よいしょ。オッケー。では車内ご飯始めます。
よし。で、これポータブル電源ですね。前々から使ってるやつなんですけども、こいつに USB 扇風機をつないで風を送りたいと思います。よいしょ。今まだ外気温が24度あるんでちょっと暑いんですよね。なので昼間は扇風機必須かなというとこです。で、今日のご飯のメニューなんですけど、ポケストで作ります。ポケストにメスティン。そして材料がパックご飯ととろけるチーズ1枚。そしてコーンスープ1袋。で、セブンイレブンで買ったデミグラスハンバーグ。これでご飯を作っていきます。パックご飯を使うので多少楽ですね。で、レシピを見ながら作っていこうと思います。ハンバーグチーズドリア。それではまず、メスティンにパックご飯を移していきます。はい、移しました。で、次にコーンスープを一袋かけます。コーンスープをかけて、お水を 100ml 程度入れます。で、お水を入れたら、ちょっと混ぜておきます。で、次に、デミグラスハンバーグですね。これを乗せます。よいしょ。すでにうまそうすぎますね。で、最後にとろけるチーズですね。これを最後に乗せます。で、そしたら蓋をして、このポケットストーブ。よいしょ。ダイソーで買える、燃料ですね。これ18分ほど燃えてくれるやつなんですけど、これを置いて、で、ライターで火をつけて、そしたら、あとは、メスティンを置いて、火が消えるまで待って完成です。で、今こうやって車内で火を使ってるわけなんですけども、やっぱり多少車内の気温が上がりますね。窓をこうやって網戸にして、換気しているとはいえ、やはり暑いです。これだけ火が上がってたらそりゃそうですよね。これがもし網戸じゃなかったら、本当に一酸化炭素中毒とか危険なんで気をつけたいですね。というわけで、ノンアルレモンサワーでも飲んでちょっと待ちたいと思います。湯気が出てるのもあって湿度もどんどん上がってますね。おそらく夜でも暑いと思うんで、車内で調理をするときはさすがにこの後ろのドアですね。ここも開けた方がいいんじゃないかなと思いました。本当はこの後ろのドア用の網戸みたいなのもあるんですけど、それは結構値段がするんですよね。でも今のこの暑さを考えると、この後ろにも網戸があれば、差して暑さを感じずいけるかもしれません。じゃあできたと思いますので、開けてみます。いい感じな雰囲気です。じゃあちょっとこのハンバーグを、こんな感じで、いただきます。うまい。で、このハンバーグがコンビニで200円ぐらい。で、コーンポタージュが6袋入りで、まあ、100円とか200円とかそんなもんだと思うんで、で、パックご飯が1パック、まあ100円ぐらいだとしたら、まあ、400円かかんないかな。300円ぐらいで食べれるお手軽キャンプ飯です。やっぱ車中泊は簡単な飯を作った方がいいよなって、何回もやってみて今思ってる感じです。うまい。はい。完食しました。ごちそうさまでした。このちっちゃい扇風機マックスにして過ごしてるんですけども、やっぱりあったかいご飯食べるとちょっと暑いですね。ただもう少しで7時に入るんで、まああと1時間もすればガクッと冷えてくるんじゃないかなと思います。まあとはいえ現時点でも、今車内エアコンつけてない状態で全部締め切ってる状態ですし、標高100メーターもないような場所だったら絶対耐えられないと思うんですよね。この標高1000メートルのこの場所の力と、この網戸の力、しっかり感じてるっていう状態です。じゃあまたしばらく待ってみます。はい。今、7時半で、だいぶ外も暗くなってきました。で、気温もですね、ぐっと下がってきまして、扇風機なしでも寝れるぐらいまで下がりました。おそらく、夜は寝やすいだろうなぁと感じてます。はい。今、8時半まで来ました。で、気温はですね、今だいたい21度ぐらいみたいです、外が。で、ネット情報を見たところ、朝4時ぐらいに16度ぐらいまで下がるみたいで、これからもまだ下がるみたいなんですけど、現状でも、この小さい扇風機さえつけておけば、普通に寝れる感じの気温ですね。で、この両サイドが今網戸なんですけど、虫も入ってきてなくて、すごい快適ですね。この網戸買ってよかったなと思ってます。で、少し早いんですけど、もうちょっと眠たくなってきたので、寝ようかなと思います。それでは、おやすみなさい。はい、おはようございます。今4時15分なんですけども、気温本当に下がりまして、今、外の気温が16度ぐらいなんですね。で、半袖なんですけど、寝袋かけてたんでもちろん大丈夫でしたけど、さっきこのままトイレ行った時は本当に寒いなと思って、標高1000メートルの力を感じましたね。その寒さと同時にびっくりしたのが、この外の状況でして、昨日ここにいた時は、僕しかいなかったのに、朝になったら満車になってました。
どのような状況なのか外に撮影しに行ってみたいと思います。駐車場が完全にいっぱいになってました。皆さん登山される方ですね。夜中に続々と車が来てたみたいで、であのように警備の方も立たれてて、すごいですね。駐車場じゃない場所まで車が止まってます。これぐらい利用される大事な場所だったということで、あ、それでこんなに整ってたんだと思いましたね。ちょっとまだ火が昇りきってないんですけど、もうお腹減ったんでご飯作っていきたいと思います。いただきます。カップヌードルにご飯を突っ込んだ味です。で、皆さん登山バッグに鈴をつけてるんで、すごいチリンチリンと音がします。登山される方ってこんなに多いんですね。で、次回はキャンプ場を利用すると思うんで、キャンプ場をチェックしたいんですよね。キャンプ場は左。あ、テントがちらほらと見えます。キャンプされてますね。で、車も近くまで乗り入れてます。皆さんここでキャンプされるんですね。じゃあ次回は僕もここお邪魔しようかな。これで下見は OK ですね。それでは、帰り道も1時間ぐらい車でかかるので、早めに退散してまた頑張って動画編集しようと思います。あと最後にこれですね。よし、こいつのおかげで快適でした。それでは帰ります。ありがとうございました。はい、というわけで、最近連続して車中泊の暑さ対策に取り組んでたんですけども、その解決策の一つとして標高 1000m の野営場に行ってみて、さらに窓も網をかぶせて網戸の状態にするっていうのをやってみました。結局アイドリングにしてエアコンをかける以外の方法だったらもうこれしかないかなっていうぐらい快適でしたね。そもそも涼しい場所でやるっていう、で虫が入らないような換気方法を取る、これが良さそうに思います。でもし今日この山の上でやってなかったら、昼間は32度で夜も23度4度ぐらいまでしか下がらなかったと思うんで、多分相当不快感あったと思うんですよね。まあ、いろんな方が言われているように夏のキャンプは高所でやるのがいいなぁと体感できました。もし平地でやるとしたら他にどんな対策があるのかっていうのも引き続き探していきたいなと思います。というわけで引き続き、毎日学んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。